選ばれし者。これで四つの指輪を闇から救い上げた。だがまだ終わりではない。指輪をあるべき場所へ導かねばなるまい。そなたが。炎の導くままに。選ばれし者、忠告する。その指輪から手を引け。さもなくば死を招くぞ。何者？青き炎は我が魂、我が守り人なり。邪悪を焼き尽くせ。選ばれし者だな。聖火首司長サザントスと申す。神の指輪を守護する任を担う者だ。この姿に見覚えがあるか。かつてそなたの前に私を語った偽物が現れたはずだ。やつは私の姿で言葉巧みにそなたらを欺き、指輪を奪い去った。その者の正体はパーディス三世の手下だった。私は当時他の指輪を追っていたが、旧敵の片棒を担がされたというわけだ。許しがたいことにな。そして指輪は再びそなたが奪い返してくれた。すまない、礼を言う。そなたの持つ五つの指輪のうち、聖火神を除く四つを封印せねばならん。今度こそな。共に来てくれるか、オルサ島へ。礼を言う。ま、いいけど。
仕事になりそうだ。欲しい薬があるの？見極めさせてもらうぜ。選ばれし者よ、よくぞここまで来てくれた。だがここで一つ確かめねばならん。敵は姿を変え欺くことができる。そなたが指輪を狙う輩と疑えなくもない。立場上私は真偽を問う義務がある。戦ってな。許されよ、他に術がない。真の選ばれし者なら我が剣の錆とはなるまい。さあ。絶対負けられない。怪人と化せ。君には治療が必要だよ。闇を持ちがらきだよ。ご苦労。チェインライトニング。いいだろう。どうする？私が。出番ね。任せる。力を届けば。えい、そこが弱そうだね。あぐ、さあ決めるぜ。いいだ。さてさて、任されました。私が豪華な歌を聴かせましょう。荒涼だよ。あとは頼んだぜ。狂い酒決まりました。あとはよろしくね。かのものを清めよ。いいだろう。守るために。評価よ、狂い酒。体勢が崩れました。カリエ、かのものを清めよ。チャンスです。とっておきだよ。あ、見せてあげる。これが私の勝手だって。力を届けます。チャンサたち、闇を持って
闇を払う。狂い酒どうする？始めよう。いいだろう。あぐ、怪人どかせ。さるさたち、すまん。うわ、闇を持って闇を払う。狂い酒。いいだろう。どうしましょう。すべてを奪う。はぁ、これが私の盾だ。怪人と化せ。おしまいだ。ありがとう、私を楽しませてくれて。ほう、非礼を詫びよう。選ばれし者よ、剣を交えねば知れぬこともある。確かめたかった、そなたが聖火神にふさわしいか。さあ、こちらだ。ようこそ。ええ、マディ・ドラネ・イグム・サルム、ロフェン・カダティオ・ノスタ。セレ・リベノエク・イムダ・ムディ。セレ・デステラ・イミリ。サティス・アテル・フラマ。四つの指輪はようやく眠りについた。だが指輪はあと三つある。オルステラのどこかで闇へ落ちようとしている。さらなる強大な力を持って探さねばならない。選ばれし者よ、そなたの力がいる。牙を研いでいろ、その日までは。